続いては小木秀幸の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局小木秀幸先生にお越しいただいています。小木先生こんにちは。こんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ先生、今日のテーマは何でしょうか。はい、今日のテーマはですね、耳の主な病気及び、まあ、疾患についてですね、お話しさせていただきたいと思うんです。はい、はい、耳ですね。はい、さあどういったものがあるんでしょうか。まず耳の主な病気疾患となりますとですね、まあ、耳鳴り、突発性難聴、耳管狭窄症、中耳炎、メニエール氏病、まあ、こういうふうな疾患でですね、漢方なんかも利用される方が多いんです。はい、はい、さあその中でも今日は耳鳴りの症状について取り上げていただきますが、はい、耳鳴りの方に多い自覚症状はどういったものがありますか。はい、耳鳴りの方に多い自覚症状はですね、まずキーンという金属音、まあ、高音ですよね、うん、はい、これが常に鳴ってるという方で、はい、あとジージーというセミの鳴くような音が常に鳴ってると、うん、はい、で、あとボーッとですね、耳が詰まったような感じ、まあ、トンネルに入った時、うん、ああいう風な感じのですね、ボーッと耳が詰まったような感じがする、うん、で、あとですね、共通することとしましてはですね、静かなところにいると気になる、まあ、夜とかですね、はい、まあ、静かなところにいると気になると、で、あと疲れると耳鳴りが大きくなるというような訴えを訴えをされる方が多いんですね。はい、でやはりそういった耳で常にこう音が鳴っている状態だと夜なかなか寝つけないとか不眠になるっていうことが、ね、そうなんですね、発生してきますよね。はい、やっぱり眠れない、あとイライラしちゃうとか、イライラ精神的な部分がね、不安定になってしまうという、うん、はい、はい、さあでは今日は症例お二人ですね。はい、はい、お一人目はどういった症例ですか。はい、この方はですね、まあ、耳内でもキーンという金属音、これが常に鳴っているということでご相談いただいた方の例なんですね。はい、でやはり先ほどちょっとお話ししましたように、特にですね、夜気になると、うん、静かな部屋にいたりなんかすると気になって嫌だと、うん、じゃあと疲れたりで、この方特徴的な部分がですね、水分を多く取りすぎた時に大きくなるような感じがすると、うん、で体質的には胃腸が弱く下痢しやすいと、はい、でめまいがたまにするということなんですね。うんうん、であと6年前に腎炎を患われたと、で病院の方にも通院されてて、ビタミン B12 とあと、血流改善薬をいただいてますという方の症例なんですね。はい、でこちらの方にはですね、涼経十間湯というお薬を服用していただいたんです。うん、でこの方の、まあ、経過をご紹介しますとですね、まず1ヶ月経った時点ではですね、胃腸の調子が良くなって、まあ、便も形になってきたと、うん、はい、で、まあ、耳鳴りは変わらないということだったんですね。はい、で3ヶ月経過した時点では耳鳴りが時々、まあ、小さくなって、めまいもこの1ヶ月全く起きなかったと。はい、で6ヶ月経過した時点では週に 1,2 回しか耳鳴りが起きなくなったということ で、うん、でまた気分的にもですね、耳鳴りが起きないんでイライラもしないと。うん、で13ヶ月経った時点なんですけども、耳鳴りの音が気になくなって、以前悩んでいた他の症状も落ち着いていると。まあ、他の症状というのは、まあ、お腹の調子だとか、はい、まあ、そういうの分も落ち着いていますという。はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、さあ続いてお二人目お願いします。はい、こちらの方はですね、 1,2 年前からこの耳鳴りでお悩みの方の症例なんですね。はい、で具体的な症状としましては、キーンとかですね、ジーとかいう音が左耳で鳴ってるって言うんですね。はい、まあ、常にこう鳴ってると、うん、で耳鳴りが、まあ、夜に強くなるケースが多くて、そのためにこの方もやっぱり眠れない時が多いと。でまたイライラすると、うん、で、後頭部やですね、肩が凝るって言うんですね。であと血圧が高くてですね、お薬も服用してて、うん、でお薬を服用しないと上の血圧が158、うん、下の血圧が93という形で高いと。で頭痛したりめまいしたり、まあ、時々ありますと。であと肝機能が低下していて、まあ、肝機能の数字が高いと。うん、で病院の方からは高圧剤、まあ、血圧を下げるお薬をいただいてますという方の症例なんです。はい、でこちらの方にはですね、サイコカ龍骨ボレー糖というお薬を服用していただいたんです。はい、
でまず2週間経った時点で、まあ、不思議とまあ後頭部と肩のこりが良くなってきましたっていうことだったんですね。で1ヶ月半経った時点ではキンという音が少し小さくなった感じがするし寝つきも良くなってきましたと、はい、で4ヶ月経過した時点では血圧も下がっててですね上が140台下が80台で最近安定してますと。でまた頭痛も、まあ、起きません。で7ヶ月経過した時点では耳鳴りも昼間はほとんど気にならないと、で夜もぐっすり眠れるようになりましたと。で11ヶ月経った時点ではですねほとんど耳鳴りは気にならないと。でたまにこう鳴る時はあるんですが気になりませんと。で最近ではこの頭痛めまいをはじめ血圧も安定し体全体の調子がいいんですっていう方の症例なんですね。はい、なるほどね。やはり睡眠不足が解消できされるだけでもねまたイライラが収まったり精神的に落ち着いてきたりっていうところもね、はいはい、ありますよね。はい、はい、ありがとうございました、はい、今日は耳の主な病気について、中でも耳鳴りの症状について取り上げていただきました。さあ先生今日は11月22日なので、はい、いい夫婦の日ですよ ね、 いいね。先生は何か奥様にと何かこうお祝いとか考えていらっしゃいますか。そうですね、一応ですね、はい、今日いいその夫婦の日って知らなくてですね、はい、今日店にちょっと寄った時に言われて あ、はい、あそうなんだっていうようなことで用意はしてませんそのお店で何かケーキをとかそういうわけじゃなかったですね、うん、まあ、とりあえず裏の店にあ、はい、お店の方に行ってですね、うん、うちの竹内町の方からいい夫婦の日だというふうなことで、はい、あそうなんだというふうなことで、あですから同じ薬局になるのかですね、はい、ですからそういうふうな形の中では、まあ、帰りにでもですね何かこうそうですよ、はい、まだチャンスありますか、はい、先生、まあ、帰るまでにちょっとチャンスがありますんでね、まあ、ちょっとケーキでも買ってみたいな。いや、素敵ですね、はい、いいですね。そんな感じで考えております。私も実は気づいてなくてですね、はい、先ほどこの予定表にですね、日にちを書きながら、はい、あ、そうだ、今日はいい夫婦の日だったと思って、はいはい、でもなんか自分から言い出すのも尺なので、はいはい、何か買ってくるかなと思って黙って待ってようかなと思うんです。私ついついいつも自分から言い出すんですね、はい、自分の誕生日も、はい、恩着せがましく自分から言い出すので、はい、いついつはもう自分の誕生日だと。そうです、そうです、はい、どうするっていうので、はいはい、なのでちょっとサプライズを期待してなかなかこうサプライズに出会えないので、はい、今日は黙ってようかな。いや覚えていらっしゃるんじゃないでしょうか。いや多分ないですね、うん、あそうなんですか。はい、もうほぼサプライズない夫なので、はい、あそうなんですか。きっと何もないんですけれども、はい、そうするとまた私の怒りが爆発しちゃうっていう、ね、はい、はい、結婚記念日もね、はい、つい自分から言い出してしまったので、はい、今日は黙って何もないと思いますけれども、はい、ちょっと期待してみます。ぜひ期待して。いやでも先生、はい、いいですね、ケーキでもね買ってこう。そうですね、まあ、はい、まあ、気づいててね、まあ、まあ、うちの次長からね言われて気づいてて買っていかないというのはちょっとあれかなと思うんで、うん、さっきはい、ここに来る時ですね、まあ、ケーキでも買って、うん、まあ、祝って、はい、まあ、2人でこうショートケーキでもですね、あつまもうかなという。いいですね、いいですね、はい、素敵なね、はい、いい夫婦の日をお過ごしください、はい、ありがとうございます、はい、先生ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も石野薬局の小木秀幸先生とお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやー、でも先生素敵ですね、はい、きっとうちのは何もない。いや、そんなことはないと思いますよ。ないもうこんな大きいケーキ、いやー、ないないこんなとねえ、いや、確か、はい、今日は夕飯バズになってたから、はい、夜遅